田中優子に批判した党 TBS サンデーモーニングが大炎上4日に放送された TBS のサンデーモーニングにおいてまだしても変更報道が繰り返されてしまいました反撃能力についてまず関井博史さん一昔前の公明党なら反対していたのではないかさらに田中優子さん攻めてくるかもしれないその国との平和条約であるとかいろんな国際協力がある防衛費を そちらにも使ってほしいなどと発言されてしまい小学生以下の意見などとの批判さとし大炎上してしまっておりますがこちら日本の敵である七相撲の国家と平和条約を結ぶのであれば七相撲の国家側が戦争を起こしてでも得たい利益を平和条約締結時に提供する必要が出てくるものと思われますが具体的には領土の割譲などになるものと思われますけども それは、ならずもの国家に屈服することになるため、あり得ないでしょう。さらに、防衛費をならずもの国家との国際協力に使うというのもありえません。せいぜい、現場レベルの救助訓練ですとか、会合などで予算が使えるかどうかといったところでございますが、現在、ロシアのウクライナ侵攻によって、国際協力、国際協調というのは、 幻想であったことが明らかになっており、ロシアとの経済協力に関しても間違いであったと断言されている状況でございます。田中さんには日本の敵は話も常識も通用しないならずもの国家だと理解していただき、これ以上公共の電波を使って国民を危険にさらすかのような無責任な主張を垂れ流されないようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。